藤谷蓮次郎です。記憶旅行と題しました当チャンネルご覧いただいてありがとうございます。今日も、私の大好きなアーティストの1曲ご紹介いたしますので、5分間くらいで終わりますので、最後までゆったりした気持ちでお付き合いいただけると、いろいろ記憶を手繰りながらお付き合いいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。その上でですね、その曲いいねと私も思うよとか、あるいは聞いたことないけど聞いてみようと思いますとか、そういう方はぜひともチャンネル登録といいねでその意思を表現していただけると私としては大変励まされますので、よろしくお願いいたします。それでは参ります。今日取り上げるアーティストはこちらです、ジュリーさんです。沢田研二さんのアルバムアプローチ、何枚も今まで取り上げてきてるんですが、今もまた1枚のアルバムに取り掛かっています。ジュリーさんの音源や映像は使いません、そちらを期待される方はすいませんが、そういうものは使いませんのでよろしくお願いいたします。今取り上げているアルバムはこちらです。今度は華麗な歌言どうぞ、1978年8月、まさに歌謡曲のトップに立っている時代のジュリーさんのアルバムの一つです。今度は華麗な歌言どうぞ、水平さんの格好したジュリーさんがジャケットになっているやつですね。で、こちらですが、その2曲目です。今日取り上げるのは酔いどれ関係、阿久さん、大野さん、船山さんのまさにこの1970年代後半のゴールデントリオの、揃い踏みの曲なんですけども、アルバム全体もこのトリオで作っている部分が大きいんですが、実はですね、この酔いどれ関係というのは今回こうして、そのアルバムアプローチで、改めて聞き直してみて久しぶりに思い出したんですが、というのは昔から聞いたことはあるはずだったんですけど、なんだっけなと思って、聞き直してみて分かりました。私は大和より愛を込めては、当時のね、78年のジュリーさんすごかったじゃないですか。シングルレコードも全部買うってわけにいかなくて、大和より愛を込めては買ったんですよ。その B 面で聞いてたんだなというのは思い出しました。それは特に詩よりも私としてはこの曲に関してはメロディー、それも中盤の今夜のお前は花から浮かれての、急にメジャーに明るい方に転換してくるあのメロディーがすごく好きで、何の歌だか分かんないまま数十年暮らして、もう記憶の外、底の方に沈んじゃったんで分からなかったんですが、今回聞き直して、最初の象牙のパイプを加えて見せてから始まるあのロックサウンドですね、ギターがかなり印象的なイントロから始まって、すごくちょっとシリアスな感じというか、強い感じの、暗めの色調の緊張感のある感じのギターがギュン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 ハードロック風にきます。ハードな感じですね。それが今夜のお前は花から浮かれてからがいきなり明るい感じに変わってくんですよね。聞いたことのない方はぜひともそこが聞きどころです。象牙のパイプを加えて見せてから始まる A メロに対して B メロの明るさ、それが非常に色っぽくて、もちろん当時歌謡曲のトップに立ってたジュリーさんらしいボーカルも映えます。アレンジはかなりハードロック風の曲なんだけれども、サビに行った途端に急に世界がパーッと広がるような、男女の、悪ふざけっぽい関係なんだけど、乱熟しているような男女の関係、女性の方が坊やという相手を呼んだり、ねんねの癖してって言いながら男がそれに、こう一緒になってハマっていく感じ、そういう大人の男女の遊びを感じさせる曲ですが、この色気というのはやはり当時のジュリーさんの存在感の中で表現されると非常に色っぽくていいです。ただその色気の一番いいところは繰り返しになりますが、今夜のお前は花から浮かれてあたりのメロディーからメロディーを聴いていただくと、ああ色っぽいなと納得されると思います。大人がふざけて、カップルがふざけてじゃれてる感じ、一方でなんかこうちょっとね、なんかこう大人の苦さも感じられるような仕上がりにはなっていますけどね。今日は
今度は華麗な宴にどうぞ、ジュリーさんの今度は華麗な宴にどうぞというアルバムの2曲目、酔いどれ関係、大和より愛を込めての B 面でもありました。子供の頃私がいいなと思ったのがこれだったのを思い出して非常に嬉しい気持ちにはなっておりますが、その2曲目についてお話をさせていただきました。次回また次の曲を取り上げてまいりますので、また次回日曜日にお会いしたいと思います。できればチャンネル登録といいねの方もよろしくお願いいたします。最後までご覧いただいてありがとうございました。それでは失礼します。